皆さんは広報小牧に掲載している英文密家を知っていますか？英文密家は市民レポーターの皆さんが市民ならではの視点で市の魅力や市民が興味あるものについて伝える記事です。広報小牧では毎年夏休みの特別企画として子どもたちが市民レポーターとなり英文密家の記事を書いています。子どもたちに記事の作成を通して将来のことを考えるきっかけにしてもらいたいと毎年行われているこの企画、今年は7月に市内の小学生10人が2班に分かれて松本技師製作所ともう一つの企業を取材しました。皆さんお気づきでしょうか？そう、この番組小牧市政デイリーを制作している私たち CC ネットも取材してくれたんです。はじめに会社の概要説明があり、子どもたちは CC ネットがどんな会社でどんな仕事をしているのかを知りました。なので地域の人がお客さんという形です。で、編集も自分がして全部自分でしてます、一人で。また CC ネットと小牧市が協力して放送している安全安心123チャンネルを視聴します。子どもたちはカメラで写真を撮りながら話を聞いていました。あ、知ってる、ここ防災情報とか防犯情報。次に春日井局の局長が会社を案内します。営業グループや工事グループ、コールセンターなど CC ネットのサービスには欠かせない部署もしっかりと取材していました。三重のお客さん、それから豊川のお客さん、続いて子どもたちが訪れたのは編集室です。ここではテレビ番組がどのように作られているのかを見学します。放送されている番組を見てテロップや BGM の入れ方などを質問していました。中学校で行われた啓発活動の様子。次は実際に CC ネットの仕事を体験します。情報を伝えるキャスターと映像を撮るカメラマン、それぞれの役割を学びました。愛より青し、あわへ愛かい、かいへ眉かい。あったかな、よし、OK。で、画角合わせるか、そこに、そうそうそう。5、4、3。この日の最後、子どもたちは CC ネットで毎週放送しているウィークリー小牧に出演しました。5秒前、4、3。ウィークリー小牧始まりました。今回は子ども市民レポーターとして CC ネットに来てくれた皆さんと一緒にお届けします。それでは今回のラインナップです。今回はこちらの内容をお届けします。最後までお楽しみください。今日はどうだった？一人ずつ感想を聞いていこうかな。番組作りの大変さを知ることができました。制作の裏側について知ることができました。 CC ネットのことについていろいろ知れて楽しかったです。 CC ネットの番組の裏側について知ることができました。 CC ネットはとてもたくさんの人が関わり合っていることが分かりました。 CC ネットのアナウンサーとして番組に出れてすごくいい経験をさせてもらったなと思います。それでは今回はこのあたりで失礼します。さようなら。はい、 OK です。 OK、 お疲れ様。上手。よし、疲れた？どう？緊張した？緊張した。バッチリだった。子ども市民レポーターが作成した記事は広報小牧10月号に掲載されます。子どもたちがどんな記事を書いてくれたのか私たちも楽しみです。皆さんもぜひ読んでくださいね。